何それ？検温受付ショートケーキスタンドだよ。今日はこれの組み立て方を紹介します。はーい。こちらなんと電池かコードどっちかで使えるんですけど、今日は電池でやってみよう。やってみます。はい。まずどこに電池を入れるかという話ですよね。これをちょっと頑張ってここを開きます。力を入れすぎると外れちゃうので気をつけてください。ここの中にあるこれね、これに電池を入れます。4本です。ちょっと待って、入れたら OK です。はい。で次、三脚なんで三脚筒に乗せるんですけど、こちらが三脚ですね。ネジを緩めたら開きます。こいつ悪い人みたい。三脚に設置します。このこれちょっと壊れやすいので、こちら気をつけて取り扱いしていただいて、はい、これをここにくっつきましたね。そしたらここのところが引っかかるようになっているので、ここにこれを引っかけます。引っかかりました。で、はい、これにこいつを引っかけます。ここのここですね。ここなんかちょっと出てますよね。ここに引っかけて、完成です。あとは高さ調整していただくのと、あと消毒がここから出るんですけど、ここに取り皿があるので、あとは電源オンってして消毒入れたら出ます。すごい。はい。で、取る時の注意事項はさっきと逆をするんですけど、ここがすごい結構しっかりとくっついてるので、無理やり外すと壊れます。ここがなので、ここの真ん中のちょっと押しづらいけど、真ん中のこのこれね、ここね、ここ、こいつをちょっと浮かせて、パッて、もう一回やりますよ。これでくっついてるので、この真ん中のこれ見えます？これね、こいつが引っかかってるから、これを押してやったら抜けます。へえ。気をつけて、割れやすいので、あとはこれをネジ取ってもらえば壊さず片付けることできます。はい、気をつけてください。よかった。